しょうもないことを食べていきます。ダビリズム、今日も食べていきましょう。今日のお相手はマナビズムの矢沢です。どうも、矢沢です。あ、なんか耳にものすごい異物感あるわ、これ。なんか出てきた、これ。なんか、ちっちゃい消化器や。耳からちっちゃい消化器、なにこれ。あ、耳かき、これが本物、耳かき山本です、ね、というわけでね、耳から耳かき出てきたってね、話ですけどもね、はい。大好評、高校生あるあるシリーズ。おっ、まあ、大好評やね。あまりに大好評で、あまりに全然ネット繋がらない。全然ネット繋がらないですけどもね。なんぼほど待たなあかんねんと、ダウンロードなんぼかんねんとね、言ってますけどもね、今回もあるあるシリーズね、これはちょっとほんまに聞きたいというか、俺らの世代は絶対あるあるやけど、今の高校生ちゃぶんってね、多分ね、はい、ないなと思うんだけど、腰パンね。あー、腰パン見ないっすね、最近ね。めちゃめちゃしてたもんな、俺ら。してた。普通にズボン履いてる方が恥ずかしいみたいな。だったよな。あとはそのなんて、逆にその腰にさ、そのパンをさ、つけてる子もおったやん。そのなんていうの、食パンとかさ、つけてる子おったよな。腰パンやな、言うて、食パン腰につけて腰パンやな、言うてるパターンもあったもんな。今、こっちにパンつけてるのかな。何のパンつけてるのかな、スティックパンとか、なチョコチップないですかな。高校生、ご用達。高校生チョコチップの何本か入ってあるやつをベルトループにつけてるのかな。もう分からへんけども、腰パンでないよな、今。今ないな。ほんまに普通やのにな、俺らからしたら。いや、パンとはつけてへんけどな。パンはつけてない、高校か。パンはつけてない、いや、一緒やねん。おかしいなと思って、そこでズレが発生するのおかしいなと思ったけど。うん、でも確かにほんまに腰パンの子って今おれへん、うん、塾の生徒でも全然おれへんもん。全然ちゃんと制服着てるな、うん、だからかっこよくないんやろな、逆にだらしない格好は、うんうん、いいことやと思うけどな、それは、うん、いや、ちょっとこれは聞きたいですね。みんなね、パンをね、どうしてんのかそれ聞きたいよ。そう、パンをね、どうしてんのかって形でね、どこで食べるのかって、どこに保存しておくのかってね、腰ですかね、袋の中ですかって感じ。そのどちらかなっていうところで、袋の人はいいね。そうやな、袋の人はいいでしょうか。うん、腰につけてる人は見ててください。ただただ見ててくださいね。はい、というわけでね、第60回60まで来ましたね、すごいですね。おー、そうですね。もういいですね、ここぐらいにしときましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。トオロクイ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 、トオロクイ、トオロクイ、トオロクイ。